まっていただき、残念な人を決めたいと思います。ペットボトルチャレンジ。うわー、カラカラ号です。カラー、痛い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 。ビンゴー、ビンゴ、いただきます。じゃあ続きましてはこちら、つくね。おー、おいしそう。はい、おいしそうでしょ。1個だけ美味しくなるようにこちら、日本一辛いとされている黄金一味を振りかけております。日本一辛い、どの焼き鳥を食べるかは、うん、こちら、よくあるやつこれなんていうゲームか知らないんですけども、はい、1回以上机にバウンドさせてから紙コップの中に。一応僕ら役者として活動しております。全員舞台役者がメインなんですね。お昼に公演やって、夜に公演やって、翌日も公演やると、うん、はい、よく言われるのが、やはり毎回毎回同じことをしよう、1回出たら2回目でいけるでしょう。というわけで2回連続成功を目指して、成功、はい、行きます、行きます、全集中全集中順位が1、はい、2、はい、3。じゃあどうぞ、はい、一口でパクッと、はい、いきますかね、いきましょう、せーの、はい、まあ、ちょっとここにだって一服マッサージを用意いたしましたので、マッサージを受けがてら、あ、これここがいいわってレビューでもしてください。まず一つ目、ルルドのマッサージクッション、ボタンを押すとここのね、もみ玉って呼ばれるものがぐるぐる指圧してくれる。二つ目、これね、最近手に入れたので、ここの幅広い部分を持っていって首をここに当ててグニグニグニって押せる。まあ、これ後で説明します。で、3つ目、電気低周波治療器と呼ばれるものですね。足つぼ、腕にこう低周波を受けながら足つぼを、なんで2個なの、どっちかは効くだろうで、そんなマッサージをかけてやっていただくのが、ウイロードミノ。こちら、まずドミノご用意しました。役者大体みんな知っているウイロールと呼ばれるウイロール工場があるんですよ。それを一息で言えるところまで言いながらドミノを立てる、立てた枚数を競う。やってみましょう。いきます。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、宗州小田原一色町をお継ぎに流されて、青物町を登りおいでなされれば、欄干橋虎屋等へもただいま提発いたして遠斎と謎に祀る、岩町より大坪森までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当時、ウィーローという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬すごい立ってる。やべ、意外と立ってんな。いきます。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、宗州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされば、欄干橋虎屋等へもただいまは啓発いたして遠斎と名乗りまする、館長より大坪森までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当地に遺老という人我が町へ来たりにかと。あー、いざめーよしよしよし、無理だ無理だ無理だ、いきます。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、宗州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干橋虎屋東右衛門ただいまは啓発いたして遠斎と名乗りまする、岩町より大坪森までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイローという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬をかっこみおき、持ちうる時は一粒ずつ冠のすくまより取り出す、よってその名は帝より東鎮光と賜る、すなわち文字にはいただきすくにおいと書いて東鎮光と申す。
マッサージクッションこちら試させていただきたいと思います。あーなんか4個じゃない、動いてるの2個ワンセットが4つあるっていう感じですね。8個動いてるのか。背もたれにもたれかかっていい感じの高さにしていただいてですね。あ、なるほどね。あ、ここいい。背骨の両側、肩甲骨の下の部分の背骨の両側がグリグリされている感じです。じゃあせっかくなので別の使い方も。あ、これはいいわ。ふくらはぎをこうグリってされてます。グリ画面外で味わっといていただいて。はい、これはあの4つが点になっている方、首に当てていただいて幅広のところを後ろから持って、それをグイグイと。あ、え、な、なにこれ、え、え、え、やだ、なんだ、え、やだ、やだ、やじゃないけど、やじゃないこの痛みは、なんだろう。え、なんて言えばいいんだろう。え、この痛みはなんだろう。なんだろう、なんだろう、これ圧迫されてるけど、この痛みはなんだろう。具体的なことは何も出てこないけど、後ろの指圧ですね。ああ、え、なんだろうこの感覚、癖になります。痛い、足が痛い、腕は全然いける。ちょ腕がピクピク、痛い。足つぼまだレビュー聞いてないんですけど、足つぼのレビューはですね、あのやっぱあったはい、痛い、あ、でもこれはあった、痛い。はい、いや、長い戦いがありましたが、はい、最終ゲームです。はい、そう、このゲームの趣旨、わさびの賞味期限が切れそうです。というわけで、お待たせしました、おいしいお寿司です。勝った人から2貫ずつ、まあ、選んで食べていきましょうっていう。最後はこちら、けん玉。これ選んできた理由としては、役者ってスター性が必要だと思う。ではなかった、日が落ちた頃にロックが歌いたかった、僕は笑われたって仕方がなかった。やったー、綺麗だな。早いよ。美味しい。うん。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、ねー。